ザーキング富士山の時間がやってまいりました。なんと今日から4週間にわたりまして、ここ川崎にありますクラブチッタでクラブパーティーの模様をお届けいたします。ザーキングフューチャー司会の菅木美香です。よろしくお願いします。どうぞ。そして6回の光源氏、私どうぞ。光源氏はい、ロック勉強中の勝見愛です。よろしく。はい、このメンバーでお届けしますけどもね、はい、今日から4週間にあたってここ川崎のクラブチッタからお送りするわけなんですけど、はい、まあ今やクラブチッタと言いましたら、綺麗ですしね。そう、すごい。はい、なんと言いましたか、川崎がすごいメッカになっております、うん、ここだけなんか場違いの雰囲気ありますよね。綺麗綺麗、ね、今日からね、何をお届けするかと言いますと、はい、まあ、今やあちこちのこうライブハウスでこうバンドさんたちが勉強してますよね、はい、でそれをですね、今日は一挙に集めて、お姉さん嬉しい、本当に嬉しそうですよね。まあ、ちょっと見てきましたらね、うん、今は無名かもしれませんけども、はい、これから大きくなりそうなバンドの方たちが揃ってるみたいですよ。そりゃもうライブハウスで行けばね、最高に盛り上がるスーパースターたちばっかりですよ。それにね、今はね、日本はロックブームでしょ。ロックブーム、ヒットチャートはロックロックで占められてますからね。まあ、この世の中ロック番組が多くなってきましたから、はい、このロックングフィーチャーも負けちゃいられません。はい、おい、ロックングフィーチャーはね、元気のいいバンドを応援してますよ。応援します、はい、まあ、あのね、まあ、点数ことはつきませんけどもね、はいはい、まあ、お笑いサータンジャーみたいな感じで登竜門にしていただきたい。お笑いは余計余計。まあ、そしてですね、見てる皆さんもですね、こちらの方にお便りいただければ、はい、いいバンド、あのボーカルが綺麗とかですね、可愛いとかありましたら、女の子のことばっかり言ってそういう感じありますけどね、はい、あ、そういうのありましたらこちらのリクエストいただきたいと思いますけどもね、はい、宛先は番組の最後でお伝えしますから、はい、お楽しみに。プレゼントもありますのでお楽しみにね。さあ、それではですね、はい、お客さんの方待ってますから、はい、行けんかろ参りましょう。ゴー、よいしょ。